マーナガルムは北欧神話に登場する狼である。その名前はガツの犬を意味する。スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシで次のような紹介がされている。人間の国ミズ水がるずの東にある森、イアールンビズに一人の女巨人が住んでおり、他にイアールンビジュルという魔女たちも住んでいる。女巨人がたくさんの巨人を生んだが、それは皆狼の姿であった。 天空で太陽を追う狼スコル、月を追う狼ハティも、これらの狼から由来している。この一族中で最強の狼がマーナガルムである。すべての死者の肉を腹に満たし、月を捕獲して、天と空に血を塗る。そのために太陽が光を失ってしまう。マーナガルムはしばしば、月を追いかけるとされる狼ハティと、同一視され、ハティの別名が、マーナガルムだとも言われている。 しかしアクセルオルリックは、コエッタのグリームニルの言葉第39節にある森に太陽が沈むまで追いかける狼は、スコル、ハティは天の花嫁の前を走るという節について太陽の前を走ることと月を追いかけることは同じではないと指摘している太陽の両側の光が現実なおこの画像ファイル名もディセンバー三道具の adotjpg である彼は 太陽の前後を走る狼とは、北欧では一般的に見られる、太陽付近に光の反転が現れる、現象、現実を指しているのだとしている。この気象現象の民族的な故障は、デンマークやノルウェーでは太陽狼であり、スウェーデンではそれとともに、同義のソルバーグも使うとしている。イギリスやアメリカでもサンドックといった名称で呼ばれることがあるという。 この2頭の太陽狼という表象は広く行き渡っていて、例えばアイスランドの農民はこの現象を太陽が狼の挟み付けに合うつまり、両側から狼に襲われると表現するという。対して北欧の民族信仰にガツを飲み込む狼は存在していないため、このマーナガルムはスノンディストルルソンがグリームギルの言葉の当該箇所を誤解したことに由来していると、 オルリックは考えている。ありがとうございます。